本当にあれ e スポーツ史に残るとんでもねえ大会でしたよ。いや大会中に会場全部の電気落ちる。あれなんかボイコットとかなんか途中からなんかチーミング始まったしな。国際大会ですね、なんと。ああ、オリンピックみたいなもんだからね。あ、次4年後ですか、もしかして。国立さんって今いくつですか。今年で27っすね。ああ、全然大丈夫、44歳まで大丈夫です。ああ、そういうことか。ケイチさんって一度お会いしたことありますよね。国際大会でなんか挨拶しちゃったと思うんですよ、バンコクとか。まさかの日本じゃない。ちょっといろいろひどい大会だったんですけど、いや本当にあれ e スポーツ史に残るとんでもねえ大会でしたよ。そんなにちょっと聞いてみたいなそれ。あれやばくなかったですか、マジで。いや、あれはやばいっす本当に。いや大会中に会場全部の電気落ちることってないじゃないですか。あれなんかボイコットとかなんか。ボイコット。それでボイコットが起きてみたいな、もうひどいことになってましたよ。途中からなんかチーミング始まったしな。やべえことたくさんありましたもん、あの試合は、あの大会は。なそれ。本当に大会なのそれ。あの国際大会ですね、なんと。もう信じられないよ、出来事が。こんな大会もあるんだな。ハブシーの大会で結構ちゃんとやってるイメージあるけど。いや、ちゃんとやってたはずなんですけどね。うん、はいはい。この大会だけね、ちょっと。あの試合、大会だけ急に壊れちゃって。壊れちゃって。でも、ほんと、今後もないんじゃないかな。あんな事件。あんな事件。ヤマトンさんとケイジさんって、すごい健康的な生活してますよね。そうね。生活リズムは健康だけど、レッドブルは1リットルぐらい飲んでるかな。あ、僕の足元に今なんかスターバックスのコーヒー10本ぐらいなんかゴミがあります。不健康、それ以外は全て不健康だったな。僕なんかやってる、これ魚粉行きます。ありありあり、今あり。そっちの方がいい。キスキーパーワンダン了解。レイさん、あ、待って、後ろ来てる。これまだ行かない方がいいかも。あ、そうっすか。了解。絶対打たれます、これ。できないか。まず山本さんとは合流しました。オッケー。全然当たんないんだけど。ここね、これ、ゴミさん。これ、やばいかも。俺、まず、俺もどう頑張っても死んだっす。そう。どう頑張っても死んだ。やばすぎ、勢い。出る。ゲーさん、目の前にいる。いや、こっちもいる。ダメだな、それ。俺も触るしかない。あ、でも、それ、行きますね、もう、ヤンさんの。あ、中にいますね、ヤンさん。中に3人、中に3人、別の。もう無理、もういけるとこまで。これさらにベッチ。危な。うん、どうなってんのこの防寒。壊れてる。シールドリチャージ中。あ、こっち見てんのか。いや、めちゃめちゃもう殺意すごいよ。待ってくれ。フェリックスリフトを使う。やべえことやってんな。やばいよ。みんな来ますかね。あ、俺の来てる。ああ、頑張れ。いいステップ。いいステップ。ああ、危ねえ。危しい事故みの。ああ、やめて。光ってるな。ああ、楽しいなこれ。あ。あ。あ。お。あ。あ、楽しくない。いや、ジャンスさんとのコラボいつか最後でしたっけ。4年前じゃないですか。パブジー、パブジーの時じゃなかったっけ。多分かな。見つけてみなさい。かな、一緒にバギー乗ってなんかめっちゃコロコロして。おお、とんでもない記憶だなそれ。とんでもない記憶ですね。ああ、オリンピックみたいなもんだから、ね、いやもうでも全然やっていきましょうよ。あ、次4年後ですか、もしかして。また次の年後か。多いな。ちょっと送りさんは住んでる場所って、あの東京近いところですか。いや、めちゃめちゃ北海道ですね。あ、北海道なんだ。僕新婚旅行北海道行ったんですけど。あ、そうなんですか。お、大樽とかなんかそこ行ってイチャイチャしたんですね。イチャイチャしたんですね。あとどっか行きました。函館とか行きました。函館までは行けなかったかな。函館ってめちゃめちゃ遠いから。です、なんか電車で行かないとダメらしいですね。いや、函館俺んとこから7時間半ぐらいかかるんですよね。そんな長い。7時間めっちゃ遠いな、それ旅行じゃん、もう7時間半。いや、本当にそうなんですよ。やば。
あれ、ケイツさんって PWI の時、デトネーター招待された時って、はい、来ましたっけ？ああ、その時が僕の結婚式のタイミングだったんで、行けなかったんですね、はい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 、僕。結婚式しました、その日。いや、いいっすね、結婚式。ああ、結婚式、マジでいいっすよ。もう、一回やったら、なんか、準備は減ります。準備しなきゃならないのが多すぎで。あ、確かにそうっすよね。やってる時はめっちゃ楽しいんですけども、その日の記憶が半分以上ともう飛んでいます。どっか。自分も兄弟2人、姉2人いて、はい、もうどっちも結婚してて、自分だけ結婚してないんで。国立さんって今 いくつですか？今年で27っすね。ああ、全然大丈夫。全然。大丈夫ですか？いや、俺姉ちゃんが21の時に結婚してたんですよ。で、その時に俺が中学生で、はい、まあ俺もこういう風に普通の社会人になって、はい、彼女できて、まあ、20いくつぐらいで結婚するんだろうなって思ってたんですよ。はい、ああ、なるほど。早めに結婚ですね。あ、そうそうそう。蓋開けたら全然そんなこともないし、彼女もいないし。来たら悲しい話が聞こえた。ちょっと待って、どうしたのこれ。人生相談、急に。あ、なんか、あの。おい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 。重い重い、もう。あの、国立さんもう27らしいですよ、もう。全然まだもう。ね。全然まだもう。全然まだもう。いやいや。最後でとどめさせたね。人生もね、44歳まで大丈夫です。本当ですか？44まで、なんで44なの？なんかあるの？いや、特にその数字がなんか思い出しても。ああ、なるほど、ね。大丈夫ですね。44ぐらい。はあ。そうっす。じゃあ、44超えたら、ああ、そういうことか。なるほど。ああ、そこまではさすがに言ってなかったんですけど。今、矢野さんが殺しました、矢野さんが。ちょ、今、あの、いや、あのね、顔。矢野さんが首切りましたね、もう。かわいそうにも。いや、なんか、ね、あの、魚もっと人かな。ですね、もう。アル君、悲しそう。俺話したことすらないし、笑ったら殺されんじゃねえかな。いや、まあ、何の話か分かんないですけどね。ああですね。いや、今年日本行こうとしてるんですけど、行ったら楽しそうだな。日本のなんかどこに行くとか決まってるんですか？東京の周りなんですけど、まあ家賃が高すぎて。ああ、はいはい。東京の中でもちょいちょいその安めのところは全然あるよ。なるほど。あとは東京のなんか区ってあるんだけど、はい、区じゃないところとかは割と安かったり。ああ、23区以外ですか？そうそう、23区以外っていうところは割と安かったりするから。ああ、一応ビザもそうだし、物件借りるときもまあ一人でするのも大変だから多分。ああ、全然なんか手伝えることあれば行きますよ。それはもう言ってくださるだけでも頼もしいです。でもやっぱ都内、物件の話に戻るんですけど、都内だいぶ高いですよね。高いね。場所によってはもう死ぬほど高いよ。あー、やべえな。めっちゃ安いところ住んだらなんか配信できなそうだし。安すぎるとこ住むと大変なことになる。一回配信部屋で、一番最初に借りた配信部屋、月3万円ぐらいのとこ借りたんだけど、虫がなんかいっぱい湧いてきて。うわー大変なことになった。田んぼの横にある家で1階だから、ね、見たことない虫がいっぱい現れたりとか。そう。あ、じゃあもやし生活する人はまあ意外と悪くないかもしれないですね。まあ虫食べながらはちょっと栄養を補給しながらゲームできるから確かにして、ね、効率いいね。どう、ゲイさん。あ、もちろんダメです。いけるかな、俺ちゃんと。ああ、物件探すのが実は一番大変です。なんか誰かにこうお願いするの？あ、そろそろなんか手伝ってくれるところちょっと探そうとしてるんで。ああ、探すぐらいだったらなんか紹介しようか。おえいつもお願いしてる人がいるから。まずは配信外ではあのちょっとよろしければあのちょっと声かけてみたりします。あります。大丈夫で。はいはい、ね、配信外だとね大変なことになるからね。ヘイさんですか？ってなっちゃうからね。ああ、そう、加味してください。ヘイさんのファンが朝ねみんな出迎えてくれる。僕なんかあの特定されたらあの家でなんかグレネード置いてなんかじゃあまあ2年間の訓練のおかげで慣れてる部分があるんで。ああ、鍛えられてるからね。ですね、もう飛ばしますね。なんか来たら大丈夫です。もう来るのはまあ自由意志で全然大丈夫なんで、で帰るのは俺が返します。じゃあ大丈夫か。僕が山本さんのマガジンは作っときます。ここに余ってるんで。いいの？でも、あ、マジか。いや大丈夫です。もう作りたいですね。これ5万円なんで。ありがとう。いえいえ、こちらこそ。助かります、本当に。
ああ、後でじゃあ請求書を渡しといて。やばったよな。今月は大丈夫そうだな、これで。悪魔がない。今月は大丈夫そう。ああ、危ねえ。何回以上、ユカペロからマイナスになったらランクダウンみたいなしてくんないかな。ああ、それ、システム的になんか。本当でもそうだよね。そっちの方がランクっぽいよね。ポイント減らないから、玉砕覚悟でみたいなのできちゃうから。でも僕、そのシステムアップできたら、なんか、ランク落ちるとき、なんか、顔隠せないとダメなんですね。なんか、落ちるときなんか笑ってるかもしれないです。もう嬉しくて。ああ、落ちました。帰ってこれる。いや、悔しいなーっつって。いやー、本当にな。よし。満面の笑み。楽しかった、マジで。いやー、楽しかった。ありがとうございました。こちらこそ、ぜひともやりましょう。はい、お願いいたします。お疲れ様でした。ありがとうございました。仕事頑張ってください。失礼します、はい、いやなんか本当久しぶりにヤマトさんとコラボができてマジで嬉しかったです。めっちゃ楽しかったし、またぜひやりたいですね。